まあ、もちろんその隣接者さんにとってもメリットがあることではあるんですけど、正直な話、別に隣地さんからしたら、あの境界決めても決めなくても別にいいっていう風に言われてしまうと、まあ、なかなかね、いくらこういったメリットがあるとか、こういった、ことがあると、まあ、困りますよねみたいな話をしたとしても、まあ、なかなかご納得いただけない方もいるっていうな。なんで、結構やっぱ立ち合いって、一筋縄ではいかないことの方が多いです。何かしら、こう、引っかかるところがあったりとか。まあ、例えばその、お隣さんと、今の所有者さんの人間関係があんまり良くないとかね。実際僕が体験した話だと、要はゴミの出し方で、両者、所有者と、要は隣地さんトラブルになったと。なので、隣の言うことというか、隣に得なことは俺は一切協力しないみたいなおじいちゃんがいたりとか、ね。そういった、ゴミ出しの一個だけで、そんだけトラブルになったりとかするっていう。まあ、そういったのがこの教会の立ち合いって言われるものなんですけど、